歌詞がね揃ってるみたいですね。これをタッパーに入れて水を入れてきます。ちょっと少ないな。このぐらい入れとけばいいですかね。で、キッチンペーパーとかでね、こう押さえて全体をね、ちょっと湿らす感じで、で、蓋をしときます。これでね、半日から、まあ、1日ぐらいしたらまだ新しい標本なので、もうすぐね、関節が柔らかくなると思います。で、水につけてからね、1日ぐらい経ちました。まあ、そろそろなんかできてるんじゃないかなと思って一回取り出してみます。結構ね、柔らかくなってますね。はい、いい感じになんかできましたね。ここから足を整えていくって感じですね。はい、こんな感じですね。まずね、虫骨格がね、最後に整えるんですけど、まあ、ある程度出しておかないと足をね揃えてからちょっと引き出せませんのでね、まあ、ちょっと仮に触覚をねちょっと前の方にね止めておきます。それでね、私の場合なんですけど、まあ、前足からね固定していくんですけど、まあ、前足からねちょっと揃えていくんですけど、横から見るとこんな感じでね、前足はねちょっと浮かしています。あとね、中足後ろ足っていうのはちょっと下の方につけてありますけどね、こういった感じでやるとかっこいいんですよね。はい、これでだいたい後ろ足もね揃えれた感じですね。横から見るとこういう感じですね。前足はちょっと浮かして、後ろ足はこういう感じですね。で、爪の先は開くと。これ爪をね寝せてしまうとね、なんか間抜けな標本になっちゃうんですよね。で、最後は真ん中足ですね。まあ、私はだいたいこういう順序でね転足をしています。はい、これでねちょっと中足がねだいたい揃いましたね。まあ、順番としては、まあ、前足、後ろ足、中足っていう順番ですね。まあ、横から見るとこんな感じですけど、で、最後にね、まだちょっと整えてない触覚をね、整えて、まあ、完了ですね。これでね、触覚は整いましたんで、まあ、一応転足完了っていう形になります。まあ、綺麗に揃えれたと思いますね。まあ、はい。これで転足完了ですね。まあ、今回伸ばした個体が
このベトナムの答えなんですけど、まあ、ついてたラベルをまあ引っ付けてね、まあ、箱に入れるときはちょっと新たに新しいのを作るんですけど、まあ、大体今までのコーカサスと同じような足のね伸ばし方で、まあ、やってますけどね、まだまだねちょっと伸ばしてないあのネプチューンとかもあるんでね、まあ、次回はねそちらの方を伸ばしていきたいと思ってます、まあ、それではまた。